こんにちは。夫婦カンセラーの日向陽一です。このチャンネルでは、奥さん、旦那さんから離婚したいと言われてしまったあなたのために、夫婦関係修復の知恵を聖書からお話ししていきます。この動画の概要欄に私がご提供している無料の離婚回避、夫婦関係修復の動画講座のご案内が載せてあります。 また私のウェブサイトのリンクも載せてありますので興味のある方はご覧ください。はいえー、今回のテーマは、えー「アンガーマネジメント」えー「感情を抑えるにはどうしたらいい?」「怒りを鎮める方法」ということで、えー、ちょっと長いタイトルですけれど、えーとですね、ある女性クライアントさんから、えー、こういう、あのー、質問をいただきました。 夫ににだけではなく子供にも言い過ぎてしままうことがあります頭で分か,ててかっていても感情的になるとその時に思ったことをそのままストレートにぶつけてしまうところを改善したいですがなかなかうまくいきませんこのままだといつかまた夫にも感情的に爆発してしまう日が来そうで自分で自分に恐怖があります 何かアドバイスあればお願いいたしますということでまあクライアントさんとこういうふうにあの日記のやり取りというか日記を送っていただいてるんですよねで質問とかもやっていただいてるんですけどでこのクライアントさんがですね実は昨日のセッションの中でまあこの今からお話しする内容をお伝えしたらあの昨日の夜あのまた日記を送ってくださってまあ今日はあの心が違って できままししたたといいうフィードバックをくださいました、えー、ですので、まあ、このクライアントさんに向けてあのおさらいというかとことと、まあ、これを見てくださる方のお役に立てばということでお話をしていきたいと思います。で、えーまあ、いつものように3つの点でお話をしていきます。で点目が怒りの原因で 2, 点2点目が怒りの構造で3点目が怒りの沈め方ということですね。 でえーまあ、参考にするというかあの学びたい聖書の言葉は「愚か者は自分の怒りをすぐ表す」「賢い人は恥ずかしめを気に留めない」「信玄の十二章の十六節ということになります。であの怒りの原因っていうのはあの現実と理想のギャップなんですよね。 何々してほしいというのとこれが理想というか願い願望ですねそしてこれと何々してくれないということですねどういうことかというともう今日は疲れてるから静かにしてほしいって思うわけですね子供たちに出してだけどわーって騒ぐわけです でそうするともう何でもう静かにしてできないのみたいな感じでこのギャップでここに「怒りが生じるわけで?」すよねなんでっていうふうにこれ、えー、とあの漫画の「えー、と怒り」のマーク書きましたけど、えー、でこのギャップ理想と現実のギャップっていうものがまあ怒りの原因なんですよね。 で、これを2点目、まあ、これは簡単なことなのであれですけどで2点目は怒りの構造なんですけど例えばご主人にご主人と会話をしたいとだけどなんか話が噛み合わなくてイライラする、まあ、会話ねだけど話聞いてくれないと。 いうふうになるじゃないですか。で、ここで、えっと、聖書の言葉を見るとわかるんですけど、あの賢い人は恥ずかしめを気に留めないということなんですよね。どういうことかっていうと、恥ずかしめられるっていうことを、落とめられるとか見下されるっていうことなんですよね。で、それをそれに、えー、それを気に留めない賢い人はって書いてあます。 どういうことかっていうとこの怒る構造っていうのは聞いてくれなくてどういうことかっていうともしくは大切にしてくれない大切じゃないで女性的な言い方をすれば私のことなんかどうだっていいのねっていうことになるわけですで。そうすると 悲しいんですよね私なんて価値がないんだってでそう思うからそれに対して怒りが湧いてきちゃうわけですでじゃあなどうすればいいのかっていうことなんですけれどこのじゃあなんでこの賢,賢い人はその恥ずかしめを気に留めないのかっていうことなんですけどこの3点目ですね怒りの沈め方。 これ何かっていうと、あの人生論、まあ、人生観っていうふうに言ってもいいでしょうね。えー、私たちの人生は、これもあの昨日クライアントさんに書いてあのシェアしましたけど、えー、まあこれはだから、まあ、幸せ指数というふうに言っても幸福感というふうに言ってもいいかもしれないですけど、幸せ。でこっちが これでこれが時間ですねでこれ理想なんですよね理想があるわけですだけど現実はここにあるんですねでここのギャップに苦しんでるわけですね で、このギャップを何と言うかというと人生と言います理想と現実にギャップがある常にその葛藤の中で生きるっていうことが我々の人生なんですよねでこれ昨日、まあ、この女性クライアントさんに話したのはこれ砂漠ですと苦しいんですよとここは。 で聖書はこのこれだけだったら希望がないのでどういうふうに言うかっていうとこれがいつか終わる時があるつまり旅この砂漠の旅が終わる時が来るっていうんですよねそして砂漠ではなくてまあオアシスで永遠に生きることができる、まあ、この人生が終わった後に イエス・キリストを信じる者たちは永遠の天国に入る。そして信じない者たちは永遠の苦しみに入る。って聖書ははっきり言ってるんですね。だから地上は苦しいんだけど、あのいつかこの苦しみは終わるんだ。で、これってものすごい長いスパンの話なんですよね。我々のこの砂漠の時点っていうのをこれ点だとしたら、もう永遠ってこれずっと延々に続くんで。 無限に続くんですよねで我々はこの小さな点の中で生きているっていうことなんですよねでだからこれ気にしないでいいっていうことなんですよねあの恥ずかしめを心に留めないあ願った通りにならないんだなって人は私をあのなんて言うんでしょう 私が願った通りおりパー100%の夫なんていないんだってそれ考えたら自分がじゃあ100%の妻かって言ったらそうじゃないわけですよねだからお互いに忍耐しなければいけないということをまあ私たちも学ぶわけですねでこういう物事のその捉え方、まあ、世界観人生観を持つことによって で私たちは初めてで起こる一個一個のことを正しく捉えることができるようになるわけですね。であの若い時っていうのは、まあ、自分のやりたいように。 やって生きるわけですねこれヨハネの21章っていうところにありますけど、まあ、イエス様がペテロというあの使徒に対して言ったんですけど若い時はあなた好きな自分であの帯を締めて自分の行きたいところに行ってた、まあ、好きな服着て好きなところに行ってただけどあなた年を取ると、まあ、両手を伸ばして他の人があなたに帯をしてあなたが行きたくないところに連れて行かれるっていうんですよね。 で私たちは子どもの頃はまあ好きなようにやってたわけじゃないですかだけど年齢を重ねてくると責任が生じてくるそして責任が生じるっていうことは嫌でもやるっていうことなんですよね思い通りにならなくてもそれと共に生きていくっていうことなんですでそれはちょうど砂漠で生きていくようなものなんですよねで この恥ずかしめを気に留めないっていうことなんですけどこれはまあ砂漠の中で灼熱の太陽に対してまあ日傘を差すみたいなものかもしれないですよね。そのの中ででききる限りの工夫をして生きて生いくということなんですよね。 ですからあの怒りの鎮め方っていうのは何かあの10まで数えるとかねあのこの女性クライアントさんもアンガーマネージメントのカウンセリング行ったけど役に立たなかったとおっしゃってましたね役に立たないっていうことじゃなくてそれは応急処置の絆創そこみたいな効果しかないということなんですなぜなら私たちの心の中が変わっていかなければ私たちのその 怒りって沈,んで沈まないので沈められないのでだから根本的な解決というのは私たちのこの罪深い自己中心のこ,のこうしてああしてということと相手がそうじゃない違うんだっていうことの間を受け入れていくということなんですよね。で私がこの非現実的な この理想を悔いいい改めていくとうここなんですよねこの人も人間なんだって弱さを持ってるんだってこの人も罪人なんだって私も罪人なんだってその時に初めて私たちは罪を許して互いに許し合って共に生きていくことができるようになるわけですね。 これはもっと時間をかけて「あの許し」ということについてはお話ししなければならないので、まあ、ここは触りだけしか触れませんけれど私たちはみんな罪人であって互いに許し合うこと受け入れ合うことが必要なんだということも、まあ、この最後に覚えていただけるといいかなと思います。はい、ということで今回は「安、えー あだからアンガーマネジメントはあの補足というか付け足しですけれどあの役に立ちますその1分とか2分ぐらいはだけれどあいわゆる一般的に言われてるアンガーマネジメントですねでも本当の意味で心を変える力はない心を変える力は、まあ、神様の言葉である聖書にあるということを覚えていただけるといいかなと思います はい、だからまあこのアンガーマネジメントっていうのは本当のアンガーマネジメントのことですね聖書が与えてくれる、はい、ということで今回はアンガーマネジメントということでお話をしました、はい、この動画の概要欄に冒頭でも申し上げましたけれど私がご提供している離婚回避夫婦関係修復の無料の動画講座のご案内が載せてあります また私のウェブサイトのリンクも載せてありますので、興味のある方はご覧ください。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。